北原交差点にて撮影新大梅街道は、東京都新宿区西落合一丁目から道と、西多摩郡水戸町箱根ヶ崎に至る大梅街道の、バイパス道路である。東京都東山都市上北台の新大梅街道と、芋久保街道合流点。将来写真右手奥にある、多摩モノレール、上北台駅から、写真手前右手方向の新大梅街道へ曲がり、 箱根ヶ崎駅へと向かう予定である。伊加都道で構成される。東京都通商道路名設定広告整理番号85。それぞれの区間についての詳細は、伊下を参照のこと。起点から、久米川駅まで、西武新宿線と並行し、この区間では、東京都心部と西武鉄道沿線を連絡する役割を持つ。起点の西大ち一丁目交差点で、 九段下、JR 目白駅方面から採行してきた、目白通りが、西北西方向に斜め右折し、直進方向が本海道となる。その後、緩やかな屈曲を繰り返しながらさらに西へ進行し、関七通りの丸山立橋と交差すると線形はほぼ、直線となる。さらに西の井草三丁目交差点では、環八通りが、いよぎトンネルとして、 地下を南北に通過する。六佐路の富士町交差点では、富士街道と交差し、西東京市の北原交差点からは、大梅街道と交換するように片側に車線に広がる。東村山市から、東山都市にかけては、萩山駅近辺で、西武鉄道の線路が密集している場所を避けるルートを、取る。その後、東山都市内の長橋甲信塚交差点で、 都道5号9道と交差し、ここから新大梅街道が大梅街道より南を通る。大梅街道は、旧来の屈曲が多いコースを取るが、新大梅街道は、幾度かのカーブを経ながらも、直線区間が長く続く。八高線を越えた直後、水穂松原交差点にて、大梅街道に合流し、新大梅街道は、終点となる。 終点の水保松原交差点では起点に向かって、直進が新大梅街道、左折が大梅街道となっている。2021年現在、東山都市内の伊木ク街道との合流地点から、武蔵村山市方面の区間は拡張工事が行われており、2032年を目途に、玉都市モノレール、上北大駅から延伸した路線が新大梅街道の中央を通る形で、 箱根ヶ崎駅までつながる予定である。新大梅街道に該当する都市計画道路は以下の通り。このうち、江戸時代には、江戸道、明治時代には、東京街道と呼ばれた箱根ヶ崎から田無市に至る道路が、もともと存在していた。箱根ヶ崎から、武蔵村山市内及び、東山都市佐山五丁目にある、東京街道入り口交差点より、東は、 新規に付設されたが、箱根ヶ崎のある、水穂町内及び、東山都市佐山五丁目から田無までの旧道は2021年現在も、江戸街道として存在している。なお、江戸時代から、明治初年の旧道の頃は、道沿いに住む人々にとって、大梅街道よりも、江戸への近道であったため、活況していた時期もあったが、明治中期から昭和にかけて錆びれていき、 農家が点在するだけとなっていた。関東平野迅速地図。農業、食品産業技術総合研究機構。2021年6月20日閲覧。大梅海道主婦の見て歩き甘都町教育委員会。1970年。103から104ページ。奈良橋更新塚。東山都市。東山都ドットネット2020年7月4日閲覧。 昭和42年、東村山市、2020年7月4日閲覧。奈良橋更新塚、東山都市、東山都ドットネット2020年7月4日閲覧。四方武蔵村山、武蔵村山市、2020年7月4日閲覧。町の歩み水穂町、水穂町、2020年7月4日閲覧。 新青目街道線、北玉北部建設事務所、2020年7月4日閲覧。ありがとうございます。